今日で最終回です。山田智博です。はい、というわけでですね、今日で、突然ですけども最終回です。はい、このチャンネルじゃないですよ。プチ電車シリーズ、とりあえず今回で、一区切りということでですね、それでは最後に紹介するプチ電車シリーズはこちらです。はい、新幹線 E5 系、はやぶさ、はやて、やまびこですね。グリーンのカラーが特徴的なやまびこを紹介していきます。では早速ですね、先頭車を開けてみたいと思います。では開けていきます。こういう感じになっております。はい、手のひらに合わせるとこういう感じ、結構ね小さめで可愛いです。はい、次は駆動車を開けていきたいと思います。駆動車よ、駆動車はこういう感じになっています。はい、ここが簡単に開くので電池1本入れれば動きます。はい、電池を入れました。ここのレバーを倒すと動きます。最後は後尾車になります。後尾車はこういう感じになっちゃります。先頭車との違いはですね、見えますかね。はい、見えないな。ここのライトの色がちょっと塗り分けられてるぐらいです。はい、先頭車、駆動車、そして後尾車をつなげるとこういう感じになります。では早速走らせてみましょう。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。やっぱり新幹線かっちょいいですよね。はい、でも残念ながら今回ね、プチ電車シリーズ最終回となってしまいました。またね、その新たにね、この新しい車体とか出たら買って、ぜひですねレビューしたいと思いますので、レビュー紹介したいと思いますので、その時はまたよろしくお願いします。というわけで自転車シリーズシーズン1は一応これで終わりということになってしまいますが、またね、新しい電車多分出てくると思うんで、その時はまた購入してこうやって皆さんにご紹介できたらなと思います。というわけでまたお会いできる機会を楽しみにしています。というわけでありがとうございました。バイバイ。後ろがどうかしたんですか？いやー、ついにこのタカラトミーのプラレールまで僕も階段登ってね、やっと来れましたよ。長かった。26歳にしてプラレールデビューと、20年遅れのデビュー。なんでプラレールを買ったんだって思われる方いらっしゃると思うんですよ、見てる方で。皆さんのおかげです。というのもですね、最近ガツッと上げてたプチ電車シリーズの前に一回プチ電車シリーズ僕が上げてるんですよ、動画。そのうち2つ、レールを組み立てるのと、あとはドクターイエローが
僕の全動画の中で1位、2位で3位に確か Apple TV があって、4位にまたプチ電車シリーズが食い込んでるんですよ。はい、ね、なんか悲しいようなね、ちょっと切ないですけど、プチ電車シリーズかよ結局みたいな。まあいいんですよ。まあもちろん僕も、広告をね出して、動画を出してるわけなんで、たくさん見ていただければ僕に収入が入ってくるわけなんですけども、あれ、このプチ電車シリーズの利益でモノホン買えんじゃ、モノホン本物とか偽物とかないと思うんですけど、プチ電車シリーズの利益でプラレールいけちゃうんじゃねこれっていうことで、今回ねこうやって、プラレールを購入したわけでございます。ありがたいですね。あのプチ電車シリーズでプチ YouTuber ドリームってやつですか、あの100均のものでここまで来れたみたいな、ちょっとそう考えると面白いですよね。どのくらいのペースでご紹介できるかは分からないんですけど、次回からはプチ電車シリーズではなく、プラレールを紹介していこうかなと思っております。ちなみにこのトーマスのベーシックセットは今月出た新しい方じゃなくて古い方です。まあ、どうでもいい話ですけど、まあ、新しいのかって比べるっていうのも面白いかもしれませんね。ちょっとそれも考えておきます。はい、というわけでね、今後僕のプラレールが増えるか増えないかはですね、あのこの子たちの、あの再生回数によりますもん。あんま回らなかったら新しいプラレールは増えないです。多分これで終わります。たくさん見ていただけたら、またそれで新しくプラレールを購入して皆さんに紹介できるような感じになると思うんですけど、まあ、どうなるか分かんないですよね。まあ、お楽しみにしていてください。というわけでひろきでした。よろしかったらですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。次回からプラレール見れるぜ。というわけでひろきでした。じゃあ。